はい、どうも皆さん、こんにちは。本日も牧場物語やっていきましょうか。で、今日なんですが、オリーブタンド希望の大地ではなくて、牧場物語モバイル。今日はね、そちらについて取り上げていきたいと思っております。まあ一応ですね、4月の終わりぐらいかな。多分ね、終わりぐらいに一度取り上げたんですが、あれから約3ヶ月経ったということなんで、今日は改めて取り上げていければなと思ってますね。では、今から具体的に、どういったゲームなのかっていうところを話していきたいわけなんですが、こちらのゲーム、牧場物語ということで、マーベラスさんが素材提供元になってます。ただゲームの開発であったりとか運営自体は、中国のテンセントゲームっていうところがあるんだけど、そこが開発から配信運営まで担当される予定になっていて、すでに中国の方ではダウンロード予約みたいなものが始まってるみたいですね。ただ一方で日本ではまだ配信予定日が未定ということで事前ダウンロードはできないみたいです。ただ詳細な情報が出てきたのが4月の後半ぐらいだったんで、あれから結構経ってるんで、まあもうそろそろね、日本でも事前登録予約っていうのができるんじゃないかなと予想してます。まあ多分8月とかになるんじゃないかな。まあ遅ければ9月ぐらいになるかもしれませんが、ただまあもうじきだと思ってます。まあもうじきっていうことなんで今このタイミングで取り上げてるわけなんですが、そしてこの牧場物語モバイルなんだけど、とにかくグラフィックが素晴らしいです。マジでこれすごいんだわ。まあムービーもね、公式ホームページの方に流れてるんだけど、見てもらったらわかる通り過去最高のグラフィック。任天堂スイッチで発売された牧場物語オリーブタンド希望の大地よりはるかにいいです。ていうか、比べ物にならないぐらいすごいからな。まあ、そういった意味でもかなり期待してます、僕は。いやー、早くプレイしたいな。マジでプレイしたすぎて困るわ。配信日に関しましては、早ければ多分ね、2021年の12月とかになるんじゃないかな。まあ、もしかすると11月ぐらいの可能性もありますが、ただまあ、公式ホームページ見てる感じだと、まあ結構ね、ゲーム自体は作り上がっているみたいなんで、あとはまあ、いつ発表されるのかっていう、まあそういった状況になってますね。ただ遅くとも2022年の春までには多分配信されると思うから気長に待っとくのもいいかもしれませんね。あとはですね、スマホ版の牧場物語なんですが、できることは基本的に同じで、野菜の種をまきます、野菜を育てます、野菜を出荷します、木を伐採します、木の実を取ります、恋愛をします。まあ基本的な要素は全て詰まっていて、もちろん釣りもすることできるし、とにかくね、基礎的な要素は全て詰まってるっていう、まあそういった認識で間違いはないのかなと思ってますね。あとはイベントとかも開催されるみたいです。まあ頻度については不明なんですが、まあサイミネとか、オリーブタンド希望の大地とか、そこら辺と同じようなイベント内容になるんじゃないかなと思ってますね。あとは有料か無料かっていうところなんだけど、まあそこについてもね、実はまだ不明なんですよ。まあダウンロード自体は無料にして、まあ最近流行ってるスカイとか他のスマホゲーみたいな感じで課金要素を作ってそこで儲けるみたいな、まあそういったマネタイズにするのか、まあそれともね、今任天堂スイッチでオリーブタンド希望の大地プレイしてると思うんですが、こちら買い切りソフトになってます。まあそういった形で4000円なら4000円、5000円なら5000円、3000円なら3000円、まあそういった形で買い切りにするのか全くわかりませんが、まあ多分ね、スマホで発売されるということなんで、おそらく基本ダウンロード自体は無料になるんじゃないかなと予想しますね。ただプラスアルファで遊びたいとか、新しい衣装が欲しいとか、珍しいアイテムが欲しいとか、まあそういった場合は随時課金が必要になってくるんじゃないかなと予想してます。多分ね、その可能性が極めて高いんじゃないかな。多分ね、高いんじゃないかなと思ってます。はい、まあそんな感じかな。ただまあ現状の情報では中国の方では冒頭で申し上げました通り事前登録が始まってるみたいだから、まあ事前登録っていうことなんで、まあ多分ね、基本プレイに関しては無料じゃないかな。まあ買い切りじゃなくてやはり無料で随時課金要素があるみたいな、そういった形になるんじゃないでしょうか。多分ね、その可能性が一番高いんじゃないかなと今のところ予想してますね。まあ牧場物語って聞くと今までは家庭用ゲーム、まあコンシューマーというイメージがとても強かったんですが、どちらかというとスマホ版の方は
まあソーシャルゲーム、まあソシャゲみたいな、そういった雰囲気になっていくのかなと予想してます。まあ世界観とかやれることっていうのは基本的には牧場物語なんですが、ただところどころに課金要素があって、そこで課金してくださいみたいな感じになるんじゃないかな。まあさすがにね、課金しないと、斧がゲットできないとか、ジョウロをゲットすることができないとか、多分そういったことはないと思うんだけど、まあレアアイテムとか、例えば金のジョウロとか、金の斧とか、まあダイヤモンド系とか、まあそういったものに関してはもしかすると、お金が必要になってくる可能性あるんじゃないかなと思ってます。まあどこら辺がね、課金になるかわからないけど、多分アイテム系がね、やっぱり他のゲームとか見てると鉄板なんで、多分牧場物語もアイテムが課金になるんじゃないかなと予想してますね。まあここに関してはあくまでね、僕の個人的な推測なんでどうなるかわかりませんが、多分その可能性が高いんじゃないかなと思ってます。あとはですね、もし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも牧場物語、そしてルーンファクトリーの動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。いやーこれからもね、牧場物語関連の動画を投稿していくんで、牧場物語をやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますよ。あとはですね、iOS と Android、OS が2つ存在しますよね。どちらの OS にも今のところ対応してるみたいです。ですので、Android の機種を持ってる方でもしっかりと遊ぶことができるんで、まあそこはすごく安心ですね。他のソシャゲとかだと、Android だけまだ未対応とか、今後検討していきますみたいな、そういった内容が結構多いんですが、今回は最初からね、iOS と Android、どちらもね、実装されるみたいなんで、かなり楽しみです。まあ概要自体はこんな感じかな。ただまあ見てもらったらわかる通り、牧場物語がめちゃくちゃ好きだぜっていう方は、ぜひね、こちらダウンロードしてプレイしてみたらどうでしょうか。まあダウンロードして損はないと思うからね。まあ無料だったら、まあ有料だったらね、考えないといけないけど、無料だったらね、やるしかねえよな、これは。ただこれさ、日本版がリリースされたら、めちゃくちゃ流行ると思うんですよ。ポケモリみたいな感じで爆発的に流行る可能性があるから、下手したら僕ものブームみたいな感じで一気に大旋風を起こす可能性があるんじゃないかなと予想してます。まあ最近で言うスカイとか、まあそこら辺のねゲームも最近すごい勢いあると思うんですが、まあそういったゲームに追随するそういったタイトルになれるんじゃないかなと思ってます。けど牧場物語がソシャゲってあんまりねイメージないですよね。まあソシャゲっていうことなんで、まあガチャとかももしかすると存在するんじゃないかなと思ってます。やっぱりガチャはね鉄板だと思うんで、まあ存在する可能性が高いですが、ただね、具体的に何のガチャになるんだろう、まあちょっとそこが疑問ですよね。まあ動物森もそうなんですけど、課金要素って結構難しいからな。けどあれなのか、ポケモリみたいな感じでリーフチケットあるじゃないですか。まあああいったチケット制度になる可能性もあるんじゃないかなと予想してます。まあ例えば家具とか欲しいんであればリーフチケット必要ですよみたいな感じだと思うんですよ、ポケモリの場合は。なので牧場物語の場合も、まあ、何かしらのチケット制で、家具とか欲しい場合は、チケットを丸々前みたいな。まあ、一応毎日プレイしてたら、いくつかプレゼントはされるけど、ただそれ以上欲しい方は課金してくださいみたいな。まあ、そういった感じになるかもしれませんね。あとはま、さっき言ってた通り、道具とか。道具とか、ま、そういったね、家具系とか、可能性としては高そうだな。まあ、家具ガチャとかありそうですよね。おしゃれな家具をゲットしろみたいな。なんかありそうだな。まあ、ポケモリで言うフォーチュンクッキーみたいなのもありそうだし。まあ、そこについてもちょっとね、楽しみにはしてますね。まあ、僕自身はですね、課金をしなければいけないんであれば課金しますが、まあ、課金しなくていいんであれば、基本的には課金する気はないんで、できるだけ無料の範囲内で遊んでいければなと思ってますね。まあ、課金してもいいんだけどな、ただ課金すると、なんだろう、ものすごい額を課金してしまうことになると思うし、あとは終わりがないからな、ソシャゲってさ、本当にそれなんだよ。課金しても課金しても、ガチを回しまくるみたいな感じになっちゃうからさ、あんまりそういったのって良くないかなと思って、まあ僕はね、あんまり課金するつもりはないですね。まあ、ガチャ動画とか伸びるけど、俺はあんまりね、ガチャやりたくねえんだよな。ただ何なんだろう、牧場物語ってあんまりね、ガチャってイメージないけどね。どんな感じで導入されるんだろう。けどさ、ガチャ導入しないこういったゲームって今存在しないからさ、今存在しないんで、まあ、少なくとも存在するでしょうね。ただまあそこのマネタイズの部分っていうのはおそらくね、今テンセントゲームさん、すごく悩まれてると思うんで、まあもうしばらく待っておきましょうか。けどさ、テンセントゲームスってどんな感じなんだろう。まあ、正式名称はテンセントゲームスって言うんだけど、俺さ、どういったゲーム会社かいまいちわからないんだわ。まあ、中国の結構大きなゲーム会社っていうのは知ってるんだけど、まあ、それ以上のことは知らないんですよね。
ああ、テンセントゲームっすか。なるほど、なるほど、みたいな。他に何かゲーム作ってましたっけ？日本向けに。どうなんだろう。いや、全くわからないな。まあ、中国とかであればかなりね、有名だと思うんですが、日本だとわからないよね。まあいいや。さあ、そういったところで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。